それはもうね、やっぱり話術が上手だし教え方が上手なので、そもそも生徒は食い入るようにやっぱり見てくれています。要所要所でここはこういう話やったね、まさに今日授業でやったとこだねとかっていうふうにこう臨場感を持たせてやるので、すごくこう染み入ってる様子がよくわかりますね。生徒はすごく喜んで受けてくれています。本当にそうなってるかどうか確かめてみようよ、ね、すごいレベルだよ。単形代名省略確かめしよう、目的語がないぜっていう覚え方があります。なんだそれだけね、名詞と名詞とどう欲しい、関係代名省略確かめしよう、目的語がないぜ。すげえなってこの歌ね。みんなで踊りまくってもいいよ。関係代名省略確かめしよう、目的語がないぜ。すごいね。すごいねって言ってるの俺だけかな。確かめしよう、目的語がないぜってわけね。今年から導入したんですけども、代々木ゼミナールという大手予備校の有名講師の授業、英数国3教科なんですが、その先生の授業を、90分1コマで、東京でやってる授業がもうこの教室で岐阜で見られると。我々教員もですね、その授業を見せていただく、見ることで、指導技術っていうのを上げたりして、生徒は生徒でやっぱり受験っていうのを意識した授業っていうのはこういう授業なんだっていうのはよく分かるし、から先生の僕らの授業とこう重ねるようにしてね、平行でこう受けていきますから、あの先生の言ったことがここで使われている、この先生岐阜の、ね、岐阜商徳で行った先生のうちの先生の言ったことがこういう形で表現されているなんていうことでこう接点をこう持ちながら分かりやすくこうやっていける、そこが一番大きい理由だと思うんですね。76ページの13番のね、10個でちょっと待って、これ What do you say to、7番じゃなくて最後12番な。 Do you say to は What do you say about だから、これについてどういう意見を持ってるかっていうね、この3点セットすごい大事、いつもやろうね。我々先生がその授業の中でところどころでこう解説を入れていく、そんな中でより生徒はこう分かりやすくなる、もう見せっぱなしじゃないんですよ、うちの場合は。ヘルプイングで答えはヘルプですね。このヘルプはアボイドとストップでもよかったね。72ページの四角8の2、これ実は3パターン目だったね、これですね、3パターン目。ヘルプ待ってと、授業で習うこととサテラインでの学習内容は違いますが、先生が黒板などを使って内容を分かりやすくつなげてくださるので、家でも復習がしやすくてとても役に立っています。いつもの先生とは違う先生で、授業も全く違うので自分のためになり、いつもの授業の復習にもなるのでいいと思います。模擬テストを受けていてこう楽しいっていうか、サテラインでやったこと、それから授業でやったことが理解できたので、この問題が解けるようになったっていう、そういう生徒自身の実感、やっぱ感動みたいなものね、そこがやっぱりサテラインの効果として出るんじゃないかと。で最終的にはやっぱ3年後の、みんなのそれぞれ持ってる第一志望っていうものの合格を勝ち取ると、ここへやっぱり至ってくれればありがたいなと思いますし、2年生まではだいたい基礎講座っていう形で進んでいくんですが、3年になるとセンター対策ですとか、あるいは夏休みの、例えば明大用、早稲田慶応用、東大用なんていうのもあるので、そういうのをこう生徒にこう希望する生徒に見せながら、個々の力に応じた、あるいは大学のその攻めどころなんかも、つぼどころなんか分かった先生方に教えてもらう、そういう特徴でこれから範囲使っていきたいかなと思っています。